トルバチク山とは、ユーラシア大陸のカムチャツカ半島に存在する複合火山である。トルバチク山は、この山の一番高い場所であるオストリ・トールバチックという名で呼ばれが、同じカムチャッカ半島に言えぬ、オストリという全く別の火山がある。トルバチク山は二つの火山からなる。一つは、プラスキー・トールバチックの縦状火山であり、 もう一つは、オストリ・トールバッチックの清掃火山である。この火山は、過去何千年にもわたって、噴火を繰り返してきたことが知られている。それらの噴火の中で、1975年から1976年にかけて起こった噴火は、カムチャッカ半島の火山が起こした噴火としては、史上最大級の規模の噴火であったとされている。この噴火は、 ザグレート・トールバチック・フィッシャー・イラプションとして一般に知られている。なお、この噴火の前には、群発地震が発生したこともあり、ソビエト連邦の火山学学会の科学者たちは、この噴火の予知に成功したことでも知られている。この1975年から1976年にかけての噴火によって噴出した玄武岩室の溶岩の量は、 カムチャッカ半島の火山が1回の噴火で噴出したものとしては史上最大級であったとされる。この噴火の結果、いくつかの噴石球が新しく形成された。トルバ地区山では自然アルミニウム、自然鉛、自然スズ自然ケイ素自然チタン、自然タングステンといった他では見られない非常に稀な元素鉱物が産出する。 トールバッチク SUMMITPEOST.org のサイトより2011年11月26日閲覧、国立天文大編、理科年表 P663ISBN978 4 6210790278TOLBACHIKVOLCANOMINTAT.org。ありがとうございます。